ばんは。ちょっと待って、ニップがだいぶ薄かった。絶対1位、笑顔の花咲いてありがとうございます。待って、ちょっと赤すぎ、赤すぎ、赤すぎる。笑顔の花咲いてありがとうございます。絶対1位、花井ポーズ、こんばんは。初見です。え、全然違うじゃん。どっちかといえば子さんですよ。ありがとうございます、見に来てくださって。こんにちは。あ、こんにちはじゃないね、もうこんばんはですね。こんばんは。笑顔の花咲いてありがとうございます。こんばんは。ほら、またまた入った、初見です、詐欺。こんばんは。皆さんに髪型の募集をしているのに全然リクエストが来ないので、この枠は諦めてそのままストレート、何もしないおろしに戻りました。でも今日1枠目、1枠目がおろしで、2枠目にポニーテールをして、3枠目がサイドポニーだったから、あとなんだろう、不器用な私が自分でもできるヘアメイクに限ってしまうんですけど、ツインテール、三つ編みは頑張ったらできるかな。ハーフツインも頑張ったらできるかなレベルです。ハーフアップは似合わないけどできます、自分で。あと巻き髪、そう、カールのね、アイロンがあるんですけど、巻くの下手すぎて、頑張ればできるかな、なんです、これも。でも今のこのまま髪型のリクエストが来ないと、次の枠もこのストレートになるので、早めにリクエストを送ってほしいです。こんばんは。絶対1位、こんばんは。気持ちは初見、どういうこと。夜の奈々ちゃんもとても優しい。絶対1位、こんばんは。ほら、もうなんかもうめちゃ、どちらかというとベテランの、ベテランっていうか、もうすごい、もう1年以上前から来てくださってますよねっていう方に限って、初見です、最近予約されるから。アナイボーズちょうど帰宅、お、お疲れ様です。逆サイドポニー、こっち側ってこと、ほとんど見えない。逆、さっきのとそんなに大差はないけど、一応メモはしときます。歌唱力はそう、今回は不参加にしました。でもメールでご意見を募集したら、歌唱力出た方がいいよ、出ない方がいいよっていう、どっちの意見もすごいたくさんあって、去年かな、前回は参加したんですけど、なんかやばめ、ちょっとお腹が鳴り始めてしまった。でも今回は、そうですね、やっぱり2回目の参加になるので、参加したとしたら、その
歌の上手いか下手かではなく参加することに意味があるよとか、新しい方に見つけていただく機会にっていうのはすごい大きな意味ではあるけれど、前回出た時と比べてすごい成長できてるな、歌をみんなさんにお届けしたいっていう、こう、なんて言うんだろう、それぐらいの気持ちがないと前回出場した時とあんまり変わってないねって思われてしまうのであれば、もっと練習を積んでから今後また開催があったと、もしあったら、あってその時挑戦しようって思えた時の方がいいんじゃないかなっていうのと、まあでも他のこととかを考えた時にもっと他のことに時間を当てようかなっていうのとかを考えて、今回は不参加にしてしまいました。楽しみにしてくださっていた方もいると思うので、それは申し訳なかったんですけど、ちょっとハイライトがなんかもうほとんどなくなってるからつけたい。ちょっとチーク塗りすぎた。まあ、そう、絶対1位こんばんは、ツインコロネ、コロネ、皆さん、私はヘアメイクさんではないのでツインテールはできるよ、普通のここら辺のでも上で2つに結ぶのって結構難しいから、そんなうまくできない気がする。まあいいや、ちょっとメモはしときます。ツインと逆サイドポニー、不器用な割にはうまいと思う。絶対1位高めのツインって、なんか前は高めでも長さが結構出たんですけど、この分かりますか、ちょっと今めっちゃ長さが短いので、高めにするとですね、こういうことになるんですよ。トトロに出てくるメイちゃんかなみたいな、こういうやんちゃな5歳の女の子みたいになっちゃうんです。大丈夫ですか、もう20歳でこの高めはちょっとさすがに厳しくないですか。そう、だから髪型の募集をしたいのと、あとタイムテーブルのお話もこの枠でしたいのと、あとコンサートの振り返りもしたいです。もう詰め詰め。お団子、自分でお団子できないかな、なんか下の方でのお団子ならできるけど上のお団子はできない。お団子ね、まあでもちょっと待って、メモだけしとく。お団子でもできない気がする。巻き髪、頑張って巻きます。巻き髪ね、マルコさんみたいな、マルコさん、ちびまる子ちゃんみたいな、こういうこと？それは髪を切らないと無理だから難しい。絶対1位。なんだか可愛い髪型。難しい。一番難しいリクエスト来たじゃん。ストレートも似合ってる、優しい。ありがとうございます。ナイポーズ。そう、DD のベテランの方たくさんいるからさ、ここの、配信ルームによく
くたくさん来てくださるので、銀河で一番可愛い、嬉しい、ありがとうございます。髪を後ろで流す、後ろで流すってどういうことだ、後ろで流す、あーなんかすごい雰囲気変わるね。でも今髪の長さが足りてなさすぎてこっちの髪が届いてないの。あ、じゃあこの枠はこれでいこう。はい、流しです。初訪問の方ありがとうございます。あと3人ぐらいで、あの配信開始前かなに見た時かは、3297人フォロワーさんだったので、もう少しで3300人です。ぜひフォローしていただけたらとっても嬉しいです。こんばんは。あ、フォローしてくださった方を発見ありがとうございます。でもそう、カラオケ配信はこのイベント期間中もできたらいいなって思ってるので、そう、歌のリクエストの募集もしてます。あれも募集してます、これも募集してますって言いすぎて皆さんが追いついてないんですよね、すみません。何の募集をしてるんだっけ、髪型の募集と、ん、今何言ってたっけ、そう、カラオケ配信の曲の募集です。そう、それもしてます。こんばんは。絶対1位、レイヤーで動きと軽さを出してください。私美容院の美容師さんじゃないので。ね、接戦ですね。テレビで同じが見たかった。でもそうですよね。こんばんは。でもボイトレは受けたいなって思ってるから、時間に余裕があるときに受けれるところを探してみようかな。あ、フォロワーさんも3301人、言ってた3300人、ありがとうございます、嬉しい。3300、手が足りない。この期間中にここに書いてあるんだけど3500人を目指しているので、ぜひたくさん拡散をしていただけたら、ここに書いてあるハッシュタグで拡散してくださると嬉しいです。自分の得意分野で頑張ればいい。そうですよね、確かに。なんか得意なのを伸ばした方がいいっていうのはあるけど、私得意なことがまずないから。ねるねるねるね、どうなったか、食べました。あ、そう、前回の枠でねるねるねるねを人生初作ったんですけど、あ、待って、コメントだけのタイムラインにしてた、間違えて、あら、すみません。全く投げてくださったものが読めていなくて申し訳ない。へっ、あ、ごめんなさい、気づいてなかった。ねるねるねるねは前回の枠で作って、トッピングをほとんどまだつけてなかったので、つけたらなんかシュワシュワするのとか、酸っぱいのとか、チョコレート味になるのとかがあって美味しかったです。あとね、本体もふわふわ、膨らんだやつもソーダ味からいちごミルク味に味変できるミラクルパウダーだっけがあって、それを入れたらピンクになって、そう、写真撮ったからそれもメールとかチャットで送ります。でもね、量が多かった。思ってた10倍はね、ありました。遅くなりました、全然ありがとうございます。ね、みーちゃん部屋いいやんって言われてるんだけど。全然厳しくない。いやいやいや、ちょっと待って、だってさ、20歳だよ、20歳でさ、これは厳しくない？え、やばい。でもさ、結構もう枠がたくさんあるから、同じ髪型を多分1週間のうちに何回か回ってきちゃうと思うんですよ。だから気持ちをもう切り替えてやります。5歳になります。こんばんは。くまさんヘア、そう、くまさんもね、
やりたいんだけどやったことないのとね、自分では難しくて全くできない。くまさん、やりたい気持ちはあるけど自分だとできるかな。昨日のクラゲさん、クラゲヘアはメイクさんにやっていただいたので、くまさんはね、でもヘアメイクさんがいるときに絶対あのいつかやりたいと思ってる髪型なので、いつかは絶対やります。チャイナで2つのお団子、あー、くまさんと同じだけどね、それはね難しいかもしれない。やっぱりできたらやります。あ、そう、チャイナね、コスプレもそう、いろいろあって、なんかね結構あるけど、ずっとコスプレしててもちょっとなと思うので、1日1回ぐらいかなって思ってます。赤巻き髪、青巻き髪、巻き髪言えない早口言葉。あ、え、待って、カラオケでもなんでもないのにすごいミラーボールが回ってる、ありがとうございます。なんかここにすごい光が、あ、そうで、あの全くギフトが何にもない、あのタイムラインを読んでしまってきたんですよ、申し訳ない。コメントだけに載ってた、音符ハートキラキラ、すいません、ちょっと最初からバーって見ていきます。だるまさん、お星様、ピカピカハート、かわいいスタンプありがとうございます。ペンライト、あ、で、あともう一つ話したいのが、あの次の枠が10時からなんですけど、あのチャットに間に合わせるにはこの枠で決めないといけないんですよ、明日のタイムテーブルを。コンサートの振り返りなんかしてるしかないね、やばいやばい。ペンライトたくさんありがとう、ハート、かわいいスタンプありがとうございます。ちょっと待って、追いつかなすぎる、ハート。お団子好き、お団子できたらやるかな、でもできるかな、自分でお団子ってやったことないかも。あ、違う、そうだ、流してるんだった、この枠忘れてた。かわいいスタンプありがとうございます。一応鼻押しってどういうこと、一応って、その一応は何ですか。ヨダさんのような髪型、難しい。すごい難しいリクエスト、それ。流すと大人っぽい、本当ですか？ピカピカ。3302人フォロワーさん、ありがとうございます。嬉しい。3302人を超えられました。タコさん、ありがとうございます。そう、ちょっとやることが盛りだくさんすぎて、まずい。そう、キラキラ星と、あ、また3位に上がった、ありがとうございます。てか待って、あのさ、そういえばミラーボールさ、さっきから全く止まらないんだけど、すごい、ありがとうございます。まだそこまで追いついてなくて申し訳ない。カウントと星なぎ3周、待って、めっちゃ懐かしい、カウントと星なぎ3周。前はさ、やってたよね。一周何分だから、次は2時間40分後の配信です、みたいな。朝からもう24時ギリギリ、5時から24時ギリギリまでやって、超大変だった記憶がある。そう、でも今はキラキラ星とミッションなので、ぜひ、あの、無料で手に入れられる、あの、キラキラ星とかショーゴールドがたくさんあるので、それがすごく力になるので、投げてくださるととっても嬉しいです。ゆるふわ、ヘア。なんだそのゆるふわ、ゆるふわってなんだろう。え、待って、なんか飛んできた、嬉しいけどさ、ちょっと待って、追いついてない。あ、ゲルメイク配信します、なんか楽しいので、私も配信しててゲルメイクやりたい、前回のイベントぶりゲルメイク配信します。あたば、あとパチパチピカピカ、ありがとうございます。ポップコーン、なんだなんだっけこれ。ハート、ありがとうございます。かわいいスタンプ、ハート、お星様、アイス、ありがとうございます。カラオケ、乃木坂さんの17分間、あー、17分間、歌えるかな。カラオケで歌ったことないな。いや、友達と行った時に、カラオケ行った時に、その子も乃木坂、あの結構最近気になって旅行が行って、
そう、ちょっとずつ教えたりしてるんですけど、17分間、その時に、ちょっとだけ歌った気がする。ありのままの名前が大好き、嬉しい。ハト、二十歳に見えない。お星様、ありがとうございます。アイドルだからあり、ハト、ちょっと待ってね、まずい、ちょっと追いついかなすぎる。あなたは、あら、待って、本当に、すごいミラーボールが途切れないんだけど。え、ありがとうございます。どこに来てるのかがわからないぐらい、ちょっと追いついてなくて申し訳ない。あら、あなたは、だるまさん。ありがとうございます。あ、ミラーボールここだ。あった。ミラーボール。ありがとうございます。たくさん本当に。すごい。カラオケでもなんでもないのに。あと、花江さんかわいいから、なんでも似合う。ありがとう。え、待って。もう一つミラーボール来てる。ありがとうございます。プリンス。あなたは。すごい。ちょっと、もうさ。え、待って。ちょっと待って。あ、待って。ちょっと待って。待って。ちょっと待って。びっくりしすぎて、ん？あ、え、ここに時間出てるじゃないですか。残りあと10秒と20.27みたいなことだと思ってたの。え、これ残り10分と20秒ってことじゃない？え、待って、どれだけ投げてくださったんですか？え、ありがとうございます。え？すいません、さっきから全然気づいてなくて、残り11秒だな。残り10秒だな。ありがとうございます。あなたは、今日はストレートでいいと思います。本当ですか？時間がね、そう、メールとかチャットとか打って、時間があったら、さっきのやって無理だったらストレートにします。だるまさん、お団子できたら挑戦します。そう、やってみてできなかったらごめんなさい。くまさんは、お団子できてさらに、私に余裕があったらだな。あなたは、だるまさんありがとうございます。本当にたくさん来てる。あ、ミラーボール待って。またある。ありがとうございます。あと9分って、いつまで？すごい。ありがとうございます。だるまさん、あなたは、すいません。追いつけてなくて。待って待って。まだあるよ。申し訳ない。ありがとうございます。本当にありがとうございます。たくさん。あなたは、だるまさん。あ、待って、またあった。ミラーボール。ケンジさん、本当にたくさんありがとうございます。あなたは、とだるまさんとも、ちょっと待って、追いつかない。どうしよう、申し訳ない。待って。これも、ミラーボール、ありがとうございます。ちょっと、びっくりしちゃった。ありがとうございます。ちょっと本当に頑張ります。そう、まだ2日目だから、まだ絶対に1位を諦めずに、そう、前回のイベントもずっと順位が入れ替わってたので、最後まで絶対1位を目指して、頑張ります。ありがとうございます、本当に。ピカピカ、だるまさん、あ、待って、またあるよ。ミラーボール。ありがとうございます。ヒンジさん、ありがとうございます。待って、まだある。どうしよう、なんか、すごいたくさん出てくる。ありがとうございます。すごい。でも、そう、皆さんの返信を昨日見てて思ったのが、なんか、私がイベントに参加するから、ちょっと皆さんの生活を、影響してしまってたりとか、なんか、私のイベントのためにちょっとお仕事を頑張りますとか、なんか、お気持ちはすごく嬉しいんですけど、なんか、すごい影響してしまっているのが申し訳なくて、本当に無理しないでください。
すごい気持ちは嬉しいんですけど、皆さんの生活を第一で、その上でお時間が合うときに遊びに来てくださると嬉しいので。待って、それより時間がまずくない？え、35分までじゃん、この枠。あと8分なのに、タイムテーブルの話はしてないし、コンサートの振り返りなんて1ミリもしてない。まずい、まずい。本当にありがとうございます。フォローしました、ありがとうございます。あと、悪魔、あれ、めっちゃ寒いんだよね、過去が。ね、ミラボール祭り。ハナニャはきっとどこかで登場します。ピカピカ。だるまさん、じゃない、タコ。だるまさん、本当にたくさんありがとうございます。追いついてない、申し訳ない。あなたは、ありがとうございます。かわいいスタンプ、あなたは、ありがとうございます。え、すごい、なんか、だって、なんか、上との差がすごいあったはずなのに、なんかすごい縮まって、めっちゃびっくりして。あなたはありがとうございます。今日と同じ配信パターンでいいかと。本当ですか？なんかもうちょっとここを長くしてほしいとか、ここの枠短くてもいいとか、全然逆に新しくここの時間とか、そういうご意見でもぜひあったら。でもなんかちょっとずつずらしていろいろな時間にしたいので、朝を今日8時40から9時だったから、8時から8時20分が8時20から8時40とか、ちょっとずらして、今日の朝は見に来れなかったよっていう方も見れるように、若干どんどんずらしていきます。ハート、花束、だるまさん、ハートたくさんありがとうございます。だるまさん、タイムテーブル良かった、本当ですか？私的にはちょっとずつずらしたりとかはしても、全体的な時間は変えないかなっていう気はしてます。それぞれちょっとずらそうかなっていうのと、夜が今日は8時から8時半35と10時から10時45にしたんですけど、そこの夜の配分はめっちゃ迷って、とりあえず今日これにしてみたので、そこがちょっと悩みどころ。ね、まずい、29分だって。あとピカピカ、だるまさんね、すごい3位でさ、上との差もすっごい縮まってて、すごいびっくりした。だるまさん、ありがとうございます。ね、タワーそう飛ぶんですよね。びっくりした。ハート。あった！さっき結構前に見つけたやつだ。すいません、遅れてしまったんですけど、この、お城っていつも何やってたっけ？お城。なんか何やってるか分からなくない。お城、こういう。お城、本当にありがとうございます。たかしさん、ありがとうございます。え、本当に、皆さんの期待に応えられるように頑張ります。ハート。ねえ、すごい。花以上ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ピカピカ。で、そう、タイムテーブルの悩みどころは、夜の時間配分です。一番は。ここの、今日の4と5に当たる枠を、夜の時間帯のどこに当てるかが問題です。花江のこと見たら花江が一番。本当ですか？でも一番が嬉しいです、私は。あとたくさんありがとうございます。風呂敷ありがとうございます。そう、タイムテーブルをちょっと今日のから時間だけずらすぐらいかなって思ってて、あとたくさんありがとうございます。待って、まずい、めっちゃ前のコメントだ、ごめんなさい。野田さんみたいな髪型は難しい。100個投げてる。
100個投げて、100個、本当にありがとうございます。ミラーボール、もうずっと、もう十何分ずっと光ってるから、本当にすごいありがとうございます。あとたくさんありがとうございます。お星様も、ポップコーンありがとうございます。花束、ハートありがとうございます。まずい、ちょっとあ、待って、32分だって。書類便便とってそういうもんだから気にしないで。ありがとうございます。無理だ。コンサートの振り返りはこの枠では全くできないし、タイムテーブルも、ずらす、ちょっとずらすぐらいでいいっていうことしか確定してなかった。夜と朝どれぐらいちょっと変えるかがまだ決まんなかった。あと、ピカピカ、ありがとうございます。タコさん、ありがとう。キラキラ星は3時より前と3時より後にゲットできるので、1日に2回ゲットできます。なので3時またぎか、それより前と後のお時間合う時に来てくださると嬉しいです。そう、キラキラ星がすごく大きいので、お願いし、ご協力お願いします。そう、お昼休みやっぱり見れる方多いですよね。ハート、ありがとうございます。そう、夜今日と同じでいいかな。そうですか。ハートたくさんありがとうございます。小判、ペンライトありがとうございます。この香水みたいなやつ、これ何かずっと分かってない。大好きだ。あ、お久しぶりです。嬉しい。諦めてなくて、いや、まだまだ始まったばっかりなので、何が起こるか分かんないですよ。あとだってもう6日もあるんだもん。ハート、でも1週間ってね、結構あるからさ、ピカピカ、長期戦だから。よし、追いつきました。本当にたくさんありがとうございます。とりあえず断じゅみをしてから残りちょっとだけ話せたら話します。1位、ケンジデスさん、たくさんのミラーボール、本当に本当にありがとうございました。あのカラオケ配信もの声もあって、リクエストいただいたやつは多分今日はできないんですけど、イヤホンが用意できて歌の練習ができたら、このイベント期間中に何回かやるので、ぜひ待っててください。あれなんだっけ、あ、そう、一位ケンジさん、ありがとうございます。あと2位、エイコーンさん、ありがとうございます。猫。3位、たかじさん、ありがとうございます。うさぎ。4位、シジュウカラさん、ありがとうございます。花絵ポーズ。5位、赤シャチさん、ありがとうございます。何しよう、指ハート。6位、ファントムさん、激推しイベント中さん、ありがとうございます。嬉しい、おまけ。7位、エムデンさん、かわいい花絵、おいしかわいい、ありがとうございます。8位、ロングさん、ありがとうございます。9位、八王子さん、ありがとうございます。10位、ワンワンさん、ありがとうございます。11位、ウルグスさん、ありがとうございます。ダサンパーズ。12位、フロゴルファーさん、ありがとうございます。何やったっけ、こちら。13位、マサヒゲさん、ありがとうございます。あ、絶対1位。ありがとうございます。壇上ではない方も本当に本当にたくさんの応援をありがとうございます。すごい本当に嬉しいです。皆さんの応援を力に変えられるように、期待に応えられるように頑張ります。もう35分で、36分になってた。すみません、まずいですね。でも始めたのも多分一歩遅れちゃってたから、次の枠は10時からです。